さあ、そして試合はファイナルクォーター第4クォーターに入ります。この勝敗の勝負の結末、どのような形になるでしょうか。攻撃権は現在大阪府警、ボールオンは相手陣34ヤード、大阪府警サーダン6。さあ、ランプレーによる突破を図りましたが、しかしこれは琉球のディフェンスがナイスディフェンス。何枠83番のランプレーを99番77番が殺到し、このランプレーを約5ヤードロスに変えました。素晴らしいディフェンスを見せましたのは琉球ガーディアンライオンズ77番の三永、京都産業大学出身のプレーヤー、そして99番は牧、明治学院大学出身のプレイヤーです。ここでフィールド上に負傷者が発生しているため、一旦レフェリータイムアウトが入っております。さあ、そして試合再開となります。大阪府警フォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。さあ、スランプ見られた。ここで大きなプレーが発生しました。大阪府警、これをパントによって陣地挽回図ろうとしましたが、この時にボールがスナップが乱れまして、パンターが抑えにかかりました。しかしこの時に琉球ディフェンス70番が殺到、そのままパントを切らさず、ボールを大きく後退させた形で確保し、攻撃権を奪う形になりました。ここで現在負傷者が発生しているため、レフェリータイムアウトが入っております。先ほど素晴らしいラッシュをしましたのは琉球ガーディアンライオンズの70番高橋でした。明星大学出身。さあ、これより試合再開となります。先ほどのプレーによりまして琉球相手陣48ヤードからファーストアウト。ナイスプレー、クォーターバックならばここでロングパスを投じようとしましたが、プレッシャーがありまして、そこから相手のディフェンスをかわしながらスクラム、結果的に約9ヤードのゲインと変えました。素晴らしいステップワークを見せましたのは琉球ガーディアンライオンズクォーターバック7番藤原、千葉商科大学出身のエイジ41のプレイヤーです。不惑差し掛かる藤原、素晴らしいフットワークでこの状況を打開しました。さあ、今度は中央のランプレーです。琉球ガーディアンライオンズファースター、何枠がこの期待に見事に応えまして、中央突破し攻撃権更新といたしました。琉球ガーディアンライオンズファースター、託されたキャリアの10番は小屋、琉球大学出身。琉球相手陣35ヤードの地点に入りましてのファーストダウン10。
ーションパスター。ここでクォーターバック藤原、再びロングパスを投じようとしましたが、プレッシャーからスクラム、しかし素晴らしいステップワークで右オープン展開しまして大きく前進しましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則、いずれのチームにあったでしょうか。その判定を待ちましょう。YouTube サイトへのコメントメッセージありがとうございます。 S 健太郎様、 RGL、 これは琉球ガーディアンライオンズの略称ですね。琉球の応援ありがとうございます。コブシティ様、素晴らしい取り組みですね。試合も引き締まった展開で良いですね。非常に白熱した一戦です。一方のチームは優勝には絡んでいない状況に至っていますが、しかしそれに負けない素晴らしい戦いを見せております。東谷おじさん様もメッセージありがとうございます。ぜひご観戦ください。中山選手、確かに先ほどのプレーで大阪府警のパンターノ選手が負傷した模様です。このまま試合に復帰できることを期待したいと思います。さあ先ほどのプレーはオフェンス側の反則でした。これによりまして琉球大きく後退し、ファーストダウン25の状況で試合再開となります。先ほどのプレーは無効という形になりました。ボールオンは自陣47ヤードから琉球のファーストダウンロングです。さあこれをランプレーで突破を図ります。ナイスラー。このファーストダウン25の状況をあえてランプレーで挑みました。その期待に応えるようにゴヤハンドオフから中央突破し、左オープンを展開、一気に20ヤード以上のゲインといたしました。琉球相手陣29ヤードの位置に入りまして、セカンドダウン4。再び中央へのプレー。これは幸い自分たちでボールを抑えているようですが、ゲインは約2ヤードとなっています。琉球ここでランプレーを重ねまして、一気に再び加点を狙うとする攻撃を続けています。ボールオンは相手陣27ヤード、琉球ガーディアンライオンズサーダン2。琉球ガーディアンライオンズファースター。ここでクォーターバック7番ハンドオフェイから自らキープ、左オープン展開し攻撃権更新としました。琉球ガーディアンライオンズファースター。琉球相手陣22ヤードの位置に入りまして、琉球ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック7番ミドルゾーンへのパスを投じました。しかしこれはディフェンス陣の壁厚く、パス不成功となっています。失礼しました。ダウンインジケーター表示に誤りがありましたが、先ほどはファーストダウン10の状況です。パス失敗によりまして、次はセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。琉球相手陣22ヤードの位置からセカンドダウン10。
パス不成功。これでクォーターバック7番、今度はミドルゾーンターゲット3番へのパスでしたが、このパスタイミング合わずパス不成功となっています。ダウン1つ進んでサードダウンに変わります。琉球相手陣22ヤードからサードダウン10。さあここでクォーターバック7番自ら中央突破しました。 QB ドロー、カウンター気味に入りました。中央突破によりゲインしておりますが、残り1ヤードという形でフォースダウンに入ります。さあ琉球はフォースダウン残り1ヤードの状況を果たしてどのような選択とするでしょうか。ボールオンは相手陣12ヤード。ここでホイッスル。ここで琉球が後半2回目のタイムアウトを取ります。琉球このゴール前残り12ヤードの状況、そしてフォースダウン残り1ヤードという状況で一旦作戦を取ります。この作戦タイムアウトによりどのようなプレーを選択するでしょうか。現在試合の状況は琉球ガーディアンライオンズ7点、大阪府警シールズ3点という状況になっております。試合時間は残り5分30秒で時計は止まっております。さあこのタイムアウトで琉球どのような選択とするでしょうか。さあタイムアウトを解けます。ボールオン相手陣12ヤードで琉球フォースダウン残り1ヤード。プレーを選択します。琉球フォースダウンギャンブル、1ヤード前進しないと攻撃権を失いますが、あえてタッチダウンを狙います。さあ中央へのランプレーを選択した琉球ファースダウンギャンブル成功。ここで琉球タッチダウンではなく攻撃権更新を狙いました。見事ランニングバックがこれを突破しまして、琉球ファースダウン攻撃権更新です。琉球相手陣10ヤードからファーストダウン2号。この残り10ヤードで琉球はタッチダウンを狙います。さあまずはランプレーで入ったダニバック10番ハンドオフを受け左オープン展開、タックル受けながら約6ヤードのゲインとしています。キャリア10番は5夜琉球大学出身。三遊様ナイスギャンブル。確かに今の先ほどの判断は非常に難しいところでしたが、見事このギャンブルを成功させました。素晴らしい判断だったと思います。琉球セカンドダウン2ゴール残り4ヤード。さあクォーターバック自ら行ったタッチダウン。クォーターバック7番ハンドオフレーから自ら中央突破、相手タックルを引きずるようにそのままエンドゾーンに入りました。タッチダウン。琉球6点獲得です。さあそしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに挑みます。フォーメーションはキックフォーメーション、キッカーは10番のゴヤが務めます。
このキックは失敗、6点止まり。琉球ガーデンライオンズ13点、大阪府警シールズ3点となりました。しかしこれによりまして琉球が加点することに成功し、その差10点となりました。さあこの膠着状態に陥っていたこの試合、琉球のタッチダウンによりついに動きました。試合時間は残り6分4分6秒となっています。さあ琉球はこのままリードを保ったまま逃げ切ることができるでしょうか、あるいは大阪府警ここで逆転のシナリオを発揮することができるでしょうか。YouTube へのコメントメッセージありがとうございます。町田浩二様、66番怪我するなよ、ご存知の方がいらっしゃるのですね、ぜひ怪我がなくこの試合を終えてもらいたいものです。ダメルド様、琉球号メッセージありがとうございます。黒見様も応援メッセージありがとうございます。ぜひ皆様応援をお願いしたいと思います。さあ試合再開となります。さあ大阪府警はリターンに入ります。さあ狭いサイドを16番駆け上がりまして、このリターン大阪府警陣30ヤードを超えたところで大阪府警の攻撃と変わります。大阪府警試合残り時間3分59秒に逆転をかけます。ボールオン31ヤードから大阪府警ファーストダウン10。さあトスを受けましてランニング枠左オープンへのランプレーを展開しました。キャリアは0番、しかしこれは琉球のディフェンスの集まりがよく1ヤードのゲインにとどまっています。ここで負傷者が発生しているため一旦ここでレフェリータイムアウトが入ります。コブシティ様、スタッツに関しては残念ながら私の方では把握できておりません。しかし両方とも見劣らない成績をお互い残していると思います。いずれにしましても試合はおっしゃる通り残り時間3分46秒、非常に正念場といっていい状況にあります。ここを果たしてどちらがうまく試合を展開することができるでしょうか。状況オフェンスは今大阪府警シリーズになります。大阪府警セカンドラウンド9、さあここでスペシャルプレーいった、しかしパス不成功。ここで大阪府警ランニング枠に一旦突し、そこからランニングパスが投げるというスペシャルプレーを展示ました。ダウンフェイクの形になり相手を引きつける形のビッグプレーでしたが、しかしこれは琉球見事カバーしパス不成功に終わらせています。大阪府警ダウン一つしないサードダウンの状況に変わります。さあここで負傷者が発生しているため一旦レフェリータイムアウトが入っております。レイミ様メッセージありがとうございます。ライオンズ頑張れ。現在ライオンズ非常に有利な形で試合を進めております。コブシティ様、そうですね、琉球はチアリーダーも非常に華やかなパフォーマンスを見せてくれております。これがチームに対しても素晴らしい活力を生んでいると私は思います。さあ大阪府警サードダウン9で試合再開となります。さあかわしていく、
さらに粘る。ナイスファースト。何枠83番。一旦ランプレーは右へのランプレーでしたが、ディフェンスがあるとみてすぐさま即座に左にカウンター。一気に無人の荒野を駆け上がり攻撃権更新としました。大阪府警ファースト。まだ大阪府警、大阪府警諦めておりません。相手陣48ヤードに入って大阪府警ファーストランの攻撃に入ります。さあそしてここでフルバックのダイブプレー。粘ります。相手にタックルを浴びながら約5ヤードのゲインとしました。ここへ来て大阪府警まだ活力があります。琉球を圧倒するように攻撃を進めております。ボールオンは相手陣43ヤード。大阪府警セカンドダウン5。さあ外へのパスが決まりまして大阪府警ファースト。ここで大阪府警攻撃権を更新としました。パスを取りキャッチアンドランを決めたのは大阪府警の1番の宇都宮。中京大学出身のプレイヤーがここで見せます。しかし試合時間まもなく残り2分を切ります。ボールオンは相手陣38ヤードから大阪府警ファーストダウン10。ここでボールをファンブル。ターンオーバー。ここで大阪府警反撃のプレーをしようとした際にクォーターバックがボールをファンブル。そのボールを最終的に抑えたのは琉球の70番。従いましてここで攻守交代となります。ターンオーバー。ファンブルリカバーをしましたのは琉球ガーディアンライオンズ70番の高橋でした。明星大学出身。攻守変わりまして今度は琉球の攻撃となります。ボールオンは自陣49ヤードから琉球ガーディアンライオンズファーストダウン10。さあまず中央のランプレーを展開しようとします。しかしこれは大阪府警のディフェンス陣が殺到しましてランプレーによる原因は抑えています。57番のタックルでした。しかし中でのランプレーの場合は時計が回り続けます。この結果試合時間はどんどん失われていく格好になります。タックルをしましたのは大阪府警の57番の西村でした。江南大学出身。ここでホイッスル。大阪府警ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。このまま時間を失うことを避けたい大阪府警。ここで守備の段階でタイムアウトを使いました。試合時間は残り1分17秒となっています。得点差は10点、琉球ガーディアンライオンズ13点、大阪府警シールズ3点という状況です。大阪府警はこの10点を挙げるためにはどうしても2回得点機を得なければいけません。少なくともタッチダウンを奪わなければこの得点差が詰められない。そのチャンスが残り時間1分17秒でもたらせるでしょうか。さあそしてそのボールの所有権は現在は琉球ガーディアンライオンズです。ボールオン自陣49ヤードからセカンドダウン10。さあランニング枠3番ハンドオフを受けて左オープンへ展開。相手タックル跳ねのけ約5ヤードのゲインとしました。キャリアになりましたランニングバック3番は池口、日本大学出身のプレイヤーです。しかしここで外へ出ましたため一旦時計が止まります。
琉球相手陣に入りまして、相手陣46ヤードからサーダウンファイト。パス不成功。ここで琉球パスプレーによる攻撃更新を図りましたが、このパスは通らず、パス不成功に終わっています。この結果、試合は残り時間1分3秒で止まりました。前パス失敗ですと、外に出た時と同じように時計が止まります。琉球フォースダウン5の状況になりました。琉球相手陣46ヤードからのフォースダウン5をパントフォーメーションで迎えます。さあ、このパントは奥深くへ蹴りません。転がしていきます。これを大阪ガスが、失礼しました、大阪府警が自陣17ヤード付近で抑えまして、この位置での攻守交代となります。さあ、試合時間は残り52秒となりました。この時間を使いまして、大阪府警逆転のシナリオなるでしょうか。ボールオンは自陣17ヤードの地点からの大阪府警ファーストダウン10。さあ、まずクォーターバックスクランブルとしました。パスを投じるターゲットなく、約何プレーによりまして約6ヤードゲインとしていますが、しかしこの場合は時計が回り続けます。試合時間刻一刻となくなっていきます。大阪府警セカンドダウン4、ボールオンは自陣23ヤード。ここを琉球がナイスディフェンスを決めますが、しかしさらに粘ります。まだ倒れていません。素晴らしい粘りです。大阪府警ファースター、タックルし倒されたかと思いましたが、見事な粘りを見せまして攻撃権更新といたしました。素晴らしいランです。83番小山、関西学院大学出身。これにより攻撃権更新になりました。大阪府警ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。試合時間残り9秒。さあ、タイムアウトを解けまして試合再開です。残り時間9秒、大阪府警自陣29ヤードからファーストダウン10。インターセプト。さらに行きます。ターンオーバー。ここで大阪府警はパスを投じましたが、取りましたのは琉球ガーディアンズライオンズの29番中村、城西大学出身のプレーがインターセプトし、この攻撃を断ち切りました。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、大阪府警シリーズ3点、琉球ガーディアンズライオンズ13点で琉球ガーディアンズライオンズの勝利となりました。琉球素晴らしい戦いでした。本日も飛行機のトラブルがあり、メンバーが全員揃わない状況の危機的な状況もありましたが、しかし見事戦い抜き、この試合を勝利し1敗を堅持しました。大阪府警ここまで奮闘しましたが、しかし互角の戦いを演じるも、またもこの試合を白星に飾ることはできませんでした。しかしその戦いは決して見劣らないものでした。応援ありがとうございました。
素晴らしい戦いでした。ナイスゲームです。そして琉球、素晴らしい戦いでこの試合を勝利しました。ここからの逆転優勝に期待できる、その素晴らしい戦いぶりでした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら問わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを暗示した主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながら、しかし最後まで挑み切るに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。本日の配信は X3 全13チームの協賛企画によって実現いたしました。すべてのチームおよびこの画面に映し出しましたさまざまな方々のご協賛ご協力を得まして、この配信は成り立っております。この配信によりまして、この会場に来られない幼少の方、病床の方、そしてご高齢の方、遠方地におられる方々もこの試合をご観戦いただくことが可能になりました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。できる限りこのご期待に応えたいと私も奮闘しております。その配信担当させていただきましたのは私、道楽屋記者でした。それでは失礼いたします。